豊岡市などの郵便局で伊豆市長のシンボルシンコローとコウノトリがデザインされたオリジナルフレーム切手が販売されることになりました。このフレーム切手、田島の国伊豆市シンコローとコウノトリは63円と84円の切手それぞれ5枚ずつが1シートになっていて、値段は1300円です。デザインは1枚ずつすべて異なり、シンコローの建設直後や改修工事が終了した現在の写真6枚、そして大空を舞うコウノトリの写真4枚で構成されています。使用されている写真は豊岡市役所やアマチュア写真家などが提供したもので、今月18日には提供者に完成した切手の見本が贈呈されました。伊豆市の今と昔がこう対比できてすごく良かったですね。連続性みたいなのも非常に強く感じられて、歴史ってこういうものなのかというのが切手を通じてこう感じ取ることができましたね。この切手は1000シートが用意され、あさって28日から豊岡市や朝来市など田島地域にある郵便局で販売されます。